皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。最近目元の乾燥だったり、ハリ不足に悩んでいます。マスクをするとね、目元しか出ないため、余計目元の印象が気になるんですよね。このままでは本当にいけないなと思い、最近では目元をしっかりとケアをし、目力を出すアイメイクに力を入れています。今回の動画は私がおすすめするアイケアアイテムと、そして目力を出すためのアイメイクのポイントを紹介します。それでは動画、スタート。この時期目元の乾燥が気になる方多いのではないでしょうか。なぜなら目元は皮脂腺が少なく乾燥しやすいパーツだからです。乾燥からハリ不足やキメの乱れにつながってしまうため、基礎化粧品にプラスしてアイケアアイテムを取り入れていただきたいです。私がおすすめするアイケアアイテムはココチアイケアセットです。アイシートとアイクリームがセットで目元の高保湿ケアが行えます。では実際に私がどのようにアイケアをしているのかご覧いただきます。はい、入浴後基礎化粧品でお肌を整えました。ではプラスでアイケアを行っていきます。使用するのはこちらのクリームからです。ココチエンリッチドアイクリームを使用していきます。アイクリームを使って潤いを閉じ込めていくんですが、こちらのアイクリームはみずみずしいテクスチャーなので、同時に潤いも角層へ届けれる感じがします。重たくなくてベタつきが少ないので、オールシーズン毎日使用したいです。アイクリームはお悩みが出やすいまぶたの下や目尻に重ねがちですが、皮膚は1枚でつながっているため広い範囲で広げた方がいいです。私はゴーグルゾーンまで塗り広げています。ではですね、こちらアイクリームを出します。キューッと。アイクリームを指で温めてから使用することで、より肌なじみが良くなります。そしたらこちらを目の下3点に、上まぶたも3点にのせます。まぶたは皮膚が薄くてとってもデリケートなパーツです。指を使うとついつい力が入ってしまい摩擦が気になります。そこでアイクリームの先端にあるヘッドを使います。下まぶたは目頭から目尻に引き上げるように、上まぶたは目尻から目頭に向かって、最初は目の際から広げ、徐々にゴーグルゾーンに向かってくるくる楕円を描きながら塗り広げていきます。角のない金属のマッサージヘッドだから肌の上で滑らかに滑り、皮膚が薄いデリケートな目元への負担が指で行うよりも少なく感じます。ヘッドを使いセルフマッサージを行うことでお肌を和らげてハリケアが行えます。普段からスマホやパソコンを使い目を駆使しているので、マッサージがとっても気持ちいいです。全体に重ね終えたら指や手のひらを使い優しくプレスをし、角層へと浸透を高めます。特に乾燥が気になるところはアイクリームを重ね塗りします。目の下の小じわは指で下に引っ張り、シワを伸ばしてからアイクリームを重ね、目尻の小じわは人差し指と中指で上下に伸ばしてからアイクリームを重ね、仕上げにハンドプレスをしなじませます。指へと張り付くぐらいしっとりと潤います。こんな感じで最近プラスアルファのアイケアを行っております。週1、2回のスペシャルケアではセットに入っているアイシートを使っています。アイシートは美容成分配合で目元に潤いを与え、ハリケアが行えます。柔らかくて薄いシートにひたひたに美容液が含まれています。アイシートはこのように C 字になっています。はい、これがね、まぶたのね、このカーブにしっかりとフィットします。でね、目尻側には切り込みが入っているので、目の大きさや形に合わせて上まぶたへの微調整が可能で、このように隙間なく密着させることができます。まつげの際も含めて気になる目尻もね、集中ケアが行えます。はい、シートの液はね、こんな感じですごいとろみがありますよ。とろみのあるテクスチャーだから液だれが気にならないです。実はこのパックにはね、まだ液が含まれています。もったいないのでね、しっかりとこうね、重ね付けします。こちら10分間の集中ケアなんですが、薄くて柔らかいシートに美容液がひたひたなので、動いても全然ずれないです。そのためテレビを見ながらとか家事をしながらっていうね、ながら美容ができます。私は時間に余裕があればハンドプレスを行って、より角層への浸透を高めています。10分放置していきます。はい、それでは10分経過したので剥がしていきます。長時間の放置は逆に乾燥してしまうので、この放置時間を守るっていうのは大事なポイントになります。
先ほどよりもね、さらに潤った感じがわかります。なんか潤ったことによってね、肌がふっくらとして張りが生まれましたよね。根元に残った美容液をハンドプレスを行ってなじませます。先ほどよりも指に吸い付いてすごく潤っているのがわかります。すごいペタペタって音もします。お肌が潤うことでもっちりと張りが生まれます。また明るくなることで目元の印象がアップし若々しく見えます。だから私はこれやめられないんです。毎日のケアではアイクリーム、週 1,2 回のスペシャルケアではアイシート。続けることで最近は目元の乾燥がしづらく、肌に張りが出てきた気がします。アイケアを取り入れると変わってくるので、ぜひ皆様も取り入れてみてください。明日はメイクの力を借りて目力を出す方法を紹介させていただきます。はい、前日の夜にアイケアを行ったので目元に潤いと張りがあるため目元の印象がよく見えます。さらにメイクの力を借りて目力を出していきます。目力を出すためのアイメイクのポイントは3つです。使用するアイカラーはカーキやブラウンで目力を出してもいいんですが、マスクをする機会が多いと思うので血色感を感じる暖色系のカラーで生き生きとした印象の目力を出していきます。そして2つ目、目力を出すアイラインです。アイラインはただ引くのではなく、まつげとまつげの間をしっかり埋めることが大事です。そして最後3つ目のポイントは、まつげを根元から上げることです。まつげはセパレートに仕上げることで元気ビームが放たれます。それでは3つのポイントを押さえてアイメイクをしていきます。いつも通りスキンケアを行ったら朝もアイケアを取り入れていきます。前日の夜に使用した心地エンリッチドアイクリーム、日中のハリケア、そして乾燥を防ぐためにアイクリームを薄く重ねていきます。心地エンリッチドアイクリームは肌なじみがよく嫌なベタつきを感じないため朝の使用もおすすめです。下地とファンデーションを仕上げました。クマがあるとドヨンと重たく元気のない印象を与えてしまうので、クマはきちんとカバーしていきます。オレンジ色で血色感をプラスした後にベージュを重ね肌となじませます。そしてハイライトを上から重ね、光を味方にクマを飛ばし目元も明るい印象に見えます。アイホール全体に明るいベージュを重ね、まぶたのくすみを取り払い目元を明るくします。下まぶたにも明るいベージュを重ねます。自然な陰影を生み出すベージュを目頭側は若干太くします。目頭側に陰影を作り出すことで目鼻立ちがはっきりとして目力が生まれます。血色感を感じられる暖色カラーを二重幅を目安に塗り広げます。目の下はお好みでメイクをしましょう。まぶた中央にラメを入れ、立体感と華やかさもプラスしました。はい、こんな感じで生き生きとした目力が出ました。さらに目力を出すためアイラインを入れていきます。まつげとまつげの間を埋めることでまつげが密に生え揃っているように見え目力が生まれます。全体に引くときつくなる人や今っぽいアイメイクに仕上げたい人は目頭側はあえて引かず抜け感を作るといいです。やはり年齢を重ねると目尻が下がって目力がなくなってきます。目尻側を跳ね上げることでリフトアップ効果が得られます。目力が生まれるだけではなく目も大きく見えますね。それではビューラーを使ってまつげを上げることで目元に光を取り入れ明るく見えます。マスカラはボリュームタイプでしっかりと重ねると重たく見え、まつげの影が目に入ることで暗く見えます。ロングタイプのマスカラを使い根元はしっかりと重ね、アイライン効果で目力を出していきます。毛先は軽くすっきりと仕上げるといいです。眉毛は暗すぎず明るすぎない、瞳と髪の毛の間の中間の色を持ってくるといいです。また太さも太すぎず細すぎない、目の縦幅の3分の2の太さを目安に、眉の主張を強すぎず弱すぎない印象に仕上げます。このように目力を出すことができました。目力を出すと明るく元気で好印象を与えます。また目が大きく若々しく見えるので、ぜひ真似してやってみてください。はい、以上最近私が行っているアイケアと目力を出すアイメイク方法を紹介させていただきました。20代の時は特に目元にトラブルを抱えていなかったんですが、やはり30代を過ぎてから目元の乾燥とか張り不足が気になりだして、目元をきれいに見せる上でメイクだけではなくアイケアも本当に大事だなと改めて思っております。
今回動画内で紹介させていただいたココチアイケアセット、アラサーを過ぎた目元にぜひ使っていただきたいと思い動画で紹介させていただきました。スペシャルケアができるアイシート、そしてマッサージクリームにヘッドがついていて、初めてアイケアを取り入れる方にとってもおすすめです。商品の詳細は下の概要欄の URL から飛べます。ぜひご覧ください。皆様とご一緒に美意識を上げて楽しく美容に取り組めたらいいなと思っております。以上、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。